美しい海と緑に囲まれる南城市。奄美清が降り立ったとされる久高島やセーファー御嶽など、神話にまつわる史跡や大島ハーリーなど伝統文化も多く残っています。南城市の海の漁港に来ています。近くの競り市場では市民参加型の競りが開催されるようなので、早速行ってみたいと思います。午前7時半、知念漁協の競り市場にはずらりと行列ができていました。新鮮で刺身が美味しいということで来ました。刺身はマグロなんですけど、魚はエイゴを買いに来ました。美味しいマグロ食べたいです。欲しい方います？500円。月に一度、第3日曜に開催される海んちトレトレ朝市。一般の人が参加できる競りで、南城市内外から多くの人が訪れます。朝市が始まった7年前から携わる組合長のペルキナ・サトシさんは、魚を身近に感じてもらうことで魚離れを食い止めたいという思いがあります。市場で自分で値段を決めるという、そういった魚に触れ合う、魚を知ることができるという、そういった企画の中で魚に親しんでもらえればなと。競りに並ぶのは深夜から早朝にかけて潜り漁や定置網で取れた旬の地魚。魚を取ってきた漁師が直接魚について教えてくれるのも醍醐味の一つです。本土で取れるアジはマアジというんですが、沖縄県内で取れるアジはこのメアジという種類で、この目が大きいのが特徴なんですね。県内で取れるのはこのメアジなので、こちらを買われて食べられると鮮度がやっぱり違いますので、いいのかなと思います。競り人が魚を紹介し、始まりの音を告げると次々に声が上がります。高級魚マクブいきます。 0.5 で1200円からです。1200円いいですか？マクブですよ。高級魚1200円ですよ。1300円1600円1600円ですね。1800円1800円いきますか？1800円。何番でしたっけ？173番173番ですね。大人に負けじと子供も勝負に出ます。150、150、150、2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 50
4匹の魚を競り落としました。落としたいものは絶対落とすって感じでやってました。お母さんが欲しいって言ってたので、値段を上げてから競い合うところが面白かったです。朝市の中で最も盛り上がるのがこちら、近海で獲れたマグロです。この日はおよそ40キロと60キロ近い2本がさばかれました。ブロック状に分けた部分は競りにかけず、先着順で販売。新鮮なマグロをスーパーなどの小売店より安く確実に買えるというところも魅力の一つです。釜や油の乗ったハラゴ、中落ちといった人気の部位は競りにかけられるのですが、時に大きなシーブンも。よかったです。この子魚が好きなんで、昨日から魚ずっと言ってたんで、多分それが伝わったんだろうと思います。テルキナさんはこうした取り組みが地域に人を呼び込むきっかけになるのではと考えています。南城市の中で合併して人口も増えてはいるんですが、ある意味唯一の人口減少地域なんですよ。地域に人の流れを呼び込むと、流れを作るという意味ではこういった企画をどん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 仕掛けていって、そこから発信するというような形で流れができれば、いいのかなというふうに思います。平成の大合併で4つの町村が合併してできた南城市。合併時の人口は
4町村足し合わせて4万759人でしたが、先月時点でおよそ5000人増え、4万5577人に達しました。その一方で、知念地域の人口は、この16年でおよそ1000人減少。朝市の開催には、過疎化が進む地域を活性化したいという思いも込められています。南城市に知念漁協がある。で、知念漁協の魚は一番鮮度がいいっていう感じで思ってもらって、魚に興味を持ってもらいたいということで頑張っていきたいかなと思ってます。子どもたちも楽しめるし、でまた地域活性化にもなるから、そのまま続けてほしいなっていうのは。南城市を訪ねると、地域を思う心と魚への愛があふれる朝市がありました。実はこの朝市では、この競りが始まる前にですね、このように南城市で採れた、もずくですとか、青果を使ったかまぼこやソーセージなどが販売されていて、競りが始まる前から大変にぎわっていました。本当、いろんな種類の魚がね、あんだけ間近で見られる機会ってなかなかないから、子どもたち楽しかったでしょうね。はい、私もすごく楽しくなって、これ1000円分ぐらいちょっと買ってしまいました。なんか結構ついつい白熱したら使ってしまいそうですね。でもある男性は1万円の予算で来てたんですけれども、はい、もう競りが始まる前にこのかまぼこたちを見て、もうおよそ半分は使い果たしてしまっていました、はい、それくらい魅力的なものだと思います。はいはい、魚を競り落とした後、有料のサービスにはなるんですが、次お魚出ますかね。このように魚をさばくサービスも有料ではありますが、あるので安心して初めての方も望めると思います。はい、海市とれとれ朝市、来月は17日を予定しているということです。以上、リンク41でした。